マック堺のサブチャンネルをご覧いただきありがとうございます。フロンティアさんで買い物するとね、こんなに白黒のねチラシみたいなのが入っているので、それを見たいと思います。で、いつもね私の撮影でお世話になっている山中社長のいらっしゃるフロンティアさんの地図が載ってます。で、こちらねフロンティアさん2号店、これがエアガンとか主に置いてあるやつですね。それでこちらがねトルーパーズさんっていうあの装備品のお店で、こちらもねあの山中社長さんがいらっしゃいます。で、フロンティアさん本店、こちらなんかねモデルガン置いてたりとか中古品がメインですね。で、こちらにあの赤羽射撃場っていうのがあって、こちらはね山中社長がたまに店番しているので、そういう時はチャンスですね。で、こちら A12、この前ね、はじめ社長が A12 使ってましたよね。すごいですね。なんか私は別に関係ないんですけど、 M4MWS、 あ、ガスブロね、これからの季節いいですよね。そして416デブグル、まあなんだかんだ言ってね一番高いのかな、まあ、次世代で一番豪華なやつかなと思います。それでこちらがねあのカタログ、ナイトウォーリアー M&P グロック18、 M4CRW89 式、まあここら辺は丸井さんのですね G36K KC ガスブローバーク USB ワルサーはマルゼノですかね、 P38 PPKS ジェームスボンド1887ショート、いわゆるロマン武器そうですよね。870はそうなんですよね、こう見えて精度抜群。そして MP5KA4 で、やっぱりフロンティアさんの特徴はね、こういったAPS のねカスタムパーツですとか、こういう014スピードシューティングで私も使っているサファリランドのね競技用のホルスターが売ってあるのがちょっと特徴かなと思います。他にもねこちらのハンドガンケースとかもなかなかね実用的なのがあるかなと思います。このレンジバッグとかねシューティングの時とか便利そうですよね。なるほど。他はこちらがですね、私が撮影とかでもたまにお邪魔して、メグインさんとね撮ったところもこのフロンティアシューティングレンジなんですけど、非常に都内なのに安い料金でね利用できるし、エアガンのレンタルも無料なので、新製品出たらね結構置いてあることがあるので、買う前にねちょっと打ってみるっていうのもなかなか賢い使い方かなと思います。そして、こちらねフロンティアさんで、まあ、これちょっと古いチラシなんでちょっと日付がねちょっと古いんですけど、まあ、中古市っていう感じでね結構掘り出し物もあるので、その日頃出ない商品とかがあるのでね結構チャンスかなと思います。他にもね、本店さんではこういったモデルガンをなんか力入れてるみたいなので、モデルガンに興味がある方はちょっと覗いてみるのもいいかもしれないですね。というわけで簡単なんですが、ホビーショップフロンティアさんで買ったら燃えるチラシについて勝手に紹介してみました。というわけで、なんか面白いモデルがあったらね見てみるのもいいかなと思います。最後までご視聴いただいてありがとうございました。